参ります。スワローズは竹山、そしてイーグルスは岩隈、以上のような両先発となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。さあ、注目の立ち上がり、イーグルスの攻撃、先頭バッターは渡辺。第1球を投げました。変化球ストライク、アウトコース。まずは初球決めてきました。さあ2球目、あー、デッドボール、渡辺デッドボール、これは痛そうです。バッターは2番高須、足が当たって投げました。1球目ストライクから投げた直球を外角へ、インコース詰まった、ファウル。第4球を投げた、これはヒットになります。渡辺二塁でスタート。さあ、これでノーアウトランナーは一塁二塁。3番レフトビッグ、インコースわずかに外れてボール、ワンボール。第2球を投げた、速球決まってストライク、アウトコース低めいっぱい、投げた、引っ張った、ファウル。ファウルには十分ご注意ください。さあ4球目打った、川島掴んだ、二塁送球アウト、一塁もアウト、ゲッツー、セカンドゲッツーに仕留めました。そしてバッターは関野、4番ファースト、第1球を投げた、背番号5、投げました、インサイド判定はボール。第3球を投げました、打ちました、ショートのゴッドビー、ファーストへ送る、アウト、スリーアウトになりました。いい守備を見せました。三塁ランナー渡辺残塁に終わりました。楽天初回0点に終わっています。これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは福地、第1球を投げました、スライダー決まってワンナッシング、内側いっぱいの球、第2球を投げました、打った、中村足が止まって構えた、掴みました、福地ライトへのフライに終わりました。バッターは2番川島、2番ショート川島、第1球を投げました、まっすぐに送ってストライク、アウトロー決まってワンナッシング。さあ2球目空振り、追い込んでから投げました、フォーク打った、ヒット、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙うか、ボールは中継、川島ツーベースヒットを放ちました。ワンアウトランナー2塁に変わります。ここでバッターは青木、ボール外れた、これはわずかに低い、1球目ボールから投げた、スライダーを打ってストライク、スライダー打った、どうだ、入るか、入るか、見上げた、ホームラン、ホームランです。先制ツーランホームラン、バックスクリーン右横に打ち込んだ、スワローズ2点先制、2対0。第1球を投げた、変化球ストライク、インハイへ、初球まずは入れてきました。さあ2球目、変化球ストライク低め、岩隈追い込んでいます。ツーナッシングから投げた、打った、ファールボール。次は4球目投げた、ボール、インサイドわずかに外れた、アウトコースをつけた、切れました、ファウル。第6球を投げました、インコース、空振り三振。バッターは5番飯原、5番レフト飯原。さあ1球目シュートストライク、第2球を投げました、これは見送ってボール、胸元際どいところ。第3球を投げました、インサイドついてボール、投げました、スライダーはストライク、内角低めいっぱい、打った、ヒット、右中間ボールが点々としている、ボールは中継、飯原ツーベース。右バッターボックスは6番宮本、スワローズ追加点のチャンスを迎えています。スライダー決まってワンナッシング、第2球を投げました、低い球打ちました、取りました、これで3アウト。
1回が終わって2対0スワローズ先制点を挙げています。2回の表2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、この回のトップバッターは中村。外れたボール、ワンボール。第2球を投げた、スライダーストライク。投球3球目、スライダー見送ってストライク。さあ4球目、ファールチップ、三振。先頭バッター中村、三振に倒れました。さあ1球目、高めわずかに外れてボール。さあ次の投球です。まっすぐ決まった、ストライク。ワンエンドワンから投げた、インコース低め、空振り。タイミングが合いません。次は4球目、打ちました、ライト前ヒット、クリーンヒットです。さあワンアウトからのランナーが来ました。第1球を投げた、速球ストライク。第2球を投げた、ボール、速球外れました。さあ3球目、打った、ワンバウンド、ツーバウンド抜けていった。一塁ランナー2塁回って三塁を狙うか、バックホーム、セーフ。藤井ツーベースヒット、イーグルス1点返しました。藤井右中間へのタイムリーヒット。8番ライト二塁へ牽制を送ります、セーフ。背番号00。さあ1球目ストライク、膝元厳しいところ、スライダーを使ってきました。初球ストライクから投げた、膝元、速球決まってストライク。バッター追い込まれました。投球3球目、打ちました、ワンバウンド掴んだ、一塁へアウト。ここでバッターボックスは岩隈。9番ピッチャー、さあ初球打った、背番号20、ヒットになります。打球は左中間に転がっている、二塁ランナーホームイン、楽天早くも追いつきました。岩隈タイムリーツーベースヒット。そしてここでバッターは渡辺、イーグルス勝ち越しのチャンスを迎えています。渡辺アウトロー、際どい球、ワンボール、投げました、ストライク、決まった、投げました、内角ボール球打った、ファウル、流し打ち、フェア、フェアになった、ライトバックホーム、セーフ、イーグルス勝ち越し。渡辺ライト線へのタイムリーヒット。バッターは2番高須、イーグルス追加点のチャンスを迎えています。速球ボール、まずはアウトコース。第2球を投げました、見送ってボール、高須集中しています。第3球を投げました、インコース低めストライク、まっすぐできました。バッティングカウントから投げました、打ちました、セカンドがっちり取って一塁送球アウト。2回の表が終わって3回に楽天1点リードに変わっています。2回の裏1点を追いかけますスワローズの攻撃、先頭バッターは7番田中、アウトの引っ掛けストライク。まずは初球決めてきました、打った、取りました、これでワンアウト。バッターは8番相川、8番キャッチャー相川。第1球を投げた、打った、渡辺ボールを掴んだ、一塁を送るアウト。バッターはピッチャー竹山、9番ピッチャー竹山。第1球を投げた、真っ直ぐ空振り。投げた、フォークはボール外へ。ワンエンドワンから第3球を投げた、打ちました、アウト。岩隈下位打線を三者凡退0点に抑えています。2回が終わって3対2、イーグルス1点リードは変わりません。楽天この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番リック、今日2打席目、外角高めいっぱいストライク、投げました、ストレートはボール、これはわずかに高いか、投げました、低め、直球外れてボール。バッティングカウントになって投げました、打った、
サード掴んだ、ファーストへ、アウト、ワンアウトです。左バッターボックスは4番関ノ森、最初の打席はショートゴロに倒れています。第1球を投げました、あと打ち上げた、川島ゆっくりと構えた、取りました関ノ森、初球打ちはショートフライに終わりました。バッターは5番中村、今日の第1打席はスイングアウト。さあ初球アウトコースの変化球ストライク、初球まずは入れてきました、速球打ち上げた、手を上げて取ってアウト、スリーアウトチェンジ。竹山十字コープシャッと三者凡退に抑えています。3回の表が終わって3対2、イーグルスこの回無得点です。スワローズこの回1番からの高打順、左バッターボックスはトップバッターの菊池、第1打席はライトフライに倒れています。ワンアウト、バッターは2番川島、これが2打席目になります。ショート川島君、投げました、変化球ストライク、アウトローへ、1球目ストライクから第2球を投げた、決まった、ストライク。川島三球三振。さあ初球、初球打ち、渡辺取った、送球がそれた、一塁アウト。スワローズまたもや三者凡退に終わっています。序盤終わって3対2、さあ序盤からシーソーゲームの様子を呈してきました。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは6番鉄平、ストレート決まってワンラッシング、初球ストライクから第2球を投げた、内角高め、ストレート決まってストライク、追い込んで第3球を投げた、フォーク打ちました、宮本ボールを取った、ファースト横にアウト、ワンアウトです。バッターは7番藤井、今日2打席目、キャッチャー藤井、第1球を投げた、真ん中低め直球ストライク、投げました、低め判定はボール、投球3球目、打ち上げた、田中両手を広げて取ってアウト、ツーアウト。左バッターボックスは8番中村、最初の打席はサードゴロに倒れています。第1球を投げました、初球から打っていった、飯原落下点構えて掴んで、これでスリーアウトになります。イーグルスこれで三者凡退のイニングが続いています。4回表が終了して3対2、イーグルススコアボードに0の文字が入ります。4回の裏1点を追いかけます、スワローズの攻撃、この回の先頭バッターは畠山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球を投げました、これはボール、直球外れてワンエンドワン。第3球を投げました、打った、余裕があります、掴みました、ワンアウト。バッターは5番飯原、これが2打席目になります。第1球を投げました、インコース詰まらせた、バックネット方向ファウル、投げました、打ちました、ヒット。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。アウトの変化球ストライク、一塁牽制セーフ、フォークボールストライク、バッター追い込まれました、見逃し三振、三球三振、ズバッと決まりました。一塁へ一つ牽制球を送りました、もう一回一塁へ牽制球セーフ、投げたスライダーを、まずは外角、さあ次の投球です、フォークボール決まってワンエンドワン、外角高め直球ストライク、投げた、インコース詰まった、ファー後ろへ転がりました、ツーエンドワンから投げた、センター前ヒット、ボールは中継、三塁送球、三塁間一発セーフ。右バッターボックスは8番相川、一打同点の場面を迎えています。さあ1球目、ボール低め、わずかに外れた、投げました、シュートはボール、インコースへ、
第3球を投げました。投げました。インコース引っ張った。これはヒットになります。三塁ランナーホームイン。スワローズ同点。相川レフト線へのタイムリーヒット。そして迎えるバッターは立山。第1球を投げました。取ってこれで3アウトチェンジ。4回が終わって3対3。スワローズこの回1点返して同点としています。イーグルスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー岩隈。打った、ワンアウトです。バッターはトップに帰って渡辺。これが3打席目になります。投げました。胸元直球決まってストライク。さあ2球目高めストライク。さあ追い込まれました。第3球を投げた。見逃しの三振。ズバッと決まって3球三振。2番セカンド高須。ストレート見送ってボール。膝元際どいところ。ワンボールから投げた。外角ストレート外れてボール。ノツイから投げた。外角高め。ストレート決まってストライク。ストレートで押してきます。バッティングカウントから投げた。打った。三塁線フェアだ。送球がそれた。一塁アウト。イーグルスまたしても三者凡退に終わっています。5回表が終了して3対3、現在同点です。スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番菊池。アウトの変化球ストライク。ワンナシン。打った。ファーストボールを掴んだ。一塁へアウト。菊池これで3打席連続ノーヒット。バッターは2番川島。今日3打席目。川島健一投げました。変化球ストライク。アウトローへ。まずは初球決めてきました。さあ2球目直球決まってストライク。第3球を投げました。空振り三振。バッターアウト。バッターは3番青木。今日2打点を挙げています。第1球を投げました。投げました。低め際どい。おさあ、2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。第1球を投げました。内角際どい。ボール。ストレートはストライク。アウトコース低め。投球3球目。内角打った。グラッパス2塁フォースアウト。ファーストランナー残塁。5回の裏が終わって3対3同点です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは3番リック。第1球を投げた。初球ボールから投げた。打った。ファールボール。第3球を投げた。打った。ライナー二遊間抜けた。ボールは中継。リック今日初めてのヒットになりました。4番ファースト第1球を投げた。直球ストライク。第2球を投げた。打ちました。ショートボールを掴んだ。二塁キャンバス踏んでアウト。アウトゲッツー。注文通り内野ゴロゲッツー。5番サード中村典弘投げました。内角際どい球。ボール投げました。直球見送ってボール。中村よく選んでいます。投げました。インコース引っ張った。取りました。これで3アウト。6回の表が終わって3対3、現在同点です。これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番飯原。アウトの変化球ストライク。ワンナシン。投げました。落ちる球ボール。
これはわずかに低いか。ワインドワンから投げました。打ってこれは平凡な当たり。ワンバウンド取った。一塁送球アウト。ワンアウト。右バッターボックスは6番宮本。これが3打席目になります。外直球外れてボール。打ち上げてしまった。落下点に入った。取りました。宮本ファーストフライに倒れました。バッターは7番田中。今日3打席目。第1球を投げた。さあ次の投球です。内角ストレート外れてボール。投球3球目インコース引っ張った。ヒット。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。8番キャッチャー。さあ初球低めフォーク決まってストライク。内角直球ストライク。ボールカウントツーマッシング。さあ3球目空振り三振。6回が終わって3対3同点です。ゴールデンイーグルスファンの皆様、より一層ご声援くださいませ。いよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは鉄平。直球ストライク外角高め。まずは初球決めてきました。外角低めいっぱいストライク。簡単にツーマッシングで追い込んだ。投げました。アウトコース高め打った。フェア一塁送る。アウト。ワンアウトです。バッターは7番藤井。今日3打席目。キャッチャー藤井。第1球を投げました。外際のイボン。さあ次の投球です。打った。ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。藤井ツーベースヒットを放ちました。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここで迎えるバッターは中村。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。アウトコース高め速球決まってストライク。投げました。アウトロー打ちました。掴みました。藤井飛び出している。ここでタイムです。代打は草野。一打勝ち越しのチャンス。ゴールデンイーグルス選手の交代をお知らせいたします。さあ1球目速球決まってストライク。アウトコース高めに入れてきました。投げました。これは打ち上げてしまった。足が止まって構えた。落ち着いて取りました。立山見事ピンチを切り抜けました。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。満員の広島市民球場、そのライトスタンドから色鮮やかなジェット風船が舞い上がりました。岩隈マウンドを降りまして、ラズナー今日2番手としてマウンドに上がります。ピッチャー岩隈。ここでタイムを取りました。ラズナー。バッターは代打ガイエル。背番号17スワローズ選手の交代をお知らせいたします。投げました。バッターガイエル。背番号5第2球を投げた。高須掴んだ。ファーストへアウト。ワンアウト。打順は1番に帰って福地。今日はまだヒットがありません。福地カットボール見送ってストライク。インコース決まってワンナッシング。さあ次の投球です。打った。徹底員前進掴んで2アウトになります。右バッターボックスは川島。ここまで1安打。第1球を投げた。速球ストライク。アウトコース低めいっぱい打ちました。セカンド取った。ファーストへ送る。アウト。これで3アウトチェンジ。最後は内野ゴロに打ち取られました。7回が終わって3対3スワローズラッキーセブンは無得点で終わりました。竹山降板。星本今日2人目のピッチャーとして登板です。ピッチャー竹山。イーグルスこの回1番からの降板。先頭バッターは1番渡辺。これが4打席目になります。さあ次の投球です。胸元直球ストライク。軽く追い込んでまいりました。打った。引っ張った。ファールボール。次が4球目。打った。レフトへの打球取ってアウト。ワンアウト。
バッターは2番高須。2番セカンド。さあ1球目ひざ元直球ストライク。初球まずは入れてきました。投げました、インコース引っ張った、切れていきます。投球3球目打った、セカンド取りました。高須セカンドライナーに終わりました。右バッターボックスは3番リック。投げました、フォー。さあ2球目直球打った、サードボールを掴んだ、1塁へアウト。これで3アウト。楽天打順トップからでしたが三者凡退に終わっています。8回の表が終わって3対3、依然同点のままです。ここでタイムがかかります。ラズナーマウンドを降ります。小山今日3番手としてマウンドに上がります。ピッチャーラズナー。スワローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番青木、今日2打点を上げています。レフト前のヒットになります。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。投げました、外角際どい球を。さあ次の投球です。真ん中低め変化球ストライク。シンカーを使ってきました。一塁牽制球を送ります。セーフ。投げました、打ちました、ピッチャーボールを掴んだ、二塁送る、アウト。一塁送球アウト、ダブルプレイ。狙い通りのゲッツー。今日2本のヒットを放っている飯原。投げました、アウトコース低めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。直球ストライク。井上小山まずは簡単に追い込んでいます。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。フォークはもう内角へ。次のワンから投げた、高い球打ちました。高須ボールを掴んだ、一塁アウト。8回が終わって3対3、同点が続いています。ここでタイムです。お仕事5番松岡、今日3人目のピッチャーとして登板です。さあ4人の最終回に入ります。先頭バッターは5番杉野、ここまでヒットがありません。投げた、変化球ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました。初球ストライクから第2球を投げた。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー取った、送球がそれた、一塁アウト。関野これで4打席連続ノーヒット。バッターはベテラン中村、ここまでノーヒット。中村のリフト。投げました、フォークはストライク。まずはアウトコース低め。さあ次の投球です。打った、飯原バックしてきた、取りました。バッターは6番鉄平、ここまでヒットは1本。第1球を投げました、落ちる球見送ってボール。さあ2球目打った、右中間に打球がぐーんと伸びていく、入った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、意地の一振りで勝ち越し。ここまで2安打の藤井。さあ初球まっすぐ決まった、ストライク。第2球を投げました、おストレート外れました、インコース際どいところ。第3球を投げました、打った、ファウル。打った、流し打ち、ファウルボール。投げました、空振り三振。9回の表が終わって4対3、イーグルス1点勝ち越しです。ここでタイムを取りました。小山マウンドを降りまして、チルダース今日4番手としてマウンドに上がります。9回の裏1点を追いかけます、スワローズの攻撃。先頭バッターは6番宮本、今日はまだヒットがありません。1球目ストライクから投げた、スライダー打った、ヒットになります。バッターランナー1塁回って2塁を狙うか。スワローズ今日4本目のツーベースヒット、
今日2本のヒットを放っている田中。さあこのチャンスをものにできるか。さあ1球目打ちました。ファースト取った。自分でベースを踏んでアウト。ワンアウトです。ここでタイムがかかります。ここで代打雄一。スワローズ同点のチャンスを迎えています。スワローズ選手の交代を知らせ。イーグルスバックホーム体制。バッター直球外れました。背番号31。さあ次の投球です。あっと打ち上げた。渡辺ゆっくりと構えた。ここは大事にボールを取りました。勝利まであと1人。ここでタイムです。ピンチヒッターは竹内。広島市民球場は割れんばかりの歓声。選手の交代を知らせいたします。第1球を投げた。直球外れました。際どいところ。背番号8。スライダーを内角へ。ノーツーから投げた。インコース詰まらせた。サードがっちり取って一塁へ。アウト。試合終了。今日のハイライトシーンをご覧ください。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。さて今日のヒーローはてっぺー。今日の試合を決定づける勝ち越しホームランを放ちました。ご覧いただきましたように東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス4対3、イーグルス僅差で勝ちました。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。